はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのヤッスーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日もね、造血幹細胞移植に関する、今日はね、GVHD のお話でございます。今回も先にね、造血幹細胞移植のおさらいでございます。造血幹細胞移植とは、正常な血液細胞を作れなくなった患者さんに、ドナーさんからもらった正常な造血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存しておいた自分の造血幹細胞を移植して、正常な血液細胞を作れるようにさせる治療法です。そんな造血幹細胞移植の、今日は GVHD のお話でございます。 GVHD 移植変態宿主病とは、ドナーさん由来のリンパ球が患者さん宿主を、まあ、宿主ですね、を非自己と認識して攻撃する状態です。移植後100日以内に起こりやすい急性 GVHD と、100日以降に起こりやすい慢性 GVHD があります。ただし、100日以降の急性 GVHD や100日以内の慢性 GVHD もあり、症状によって分類されます。今出てきました2つの GVHD をお話ししましょう。まず急性 GVHD ですね。造血幹細胞に紛れて移植されたドナーさん由来のリンパ球が、患者さんの細胞を非自己と認識して、患者さんの組織を攻撃します。免疫反応により、肝臓、皮膚、消化管が障害されます。多くは移植後 2,3 週間頃に皮膚症状を初発として発症します。ドナーさんの細胞がね、患者さんの細胞をね、攻撃してしまいます。そうすると臓器に障害が起きます。肝臓やったら黄疸、皮膚やったら皮疹、急疹水疱、抗皮症などね、ありますね。と、消化管やったらもう下痢です。皮膚に関してはですね、全身ガサガサになりました。移植するまでの抗がん剤続きで髪の毛もなかったので、まあ、頭皮までガサガサでしたね。こんなね、頭もね、耳もね、もう触るたびにもうガサガサガサって、なんか耳垢いっぱい出てきてんちゃうかなと思うぐらいガサガサになりましたね。でもね、手のひらは、まあ、そうでもなかったですね。肝臓は黄疸が出ると言われましたけど、なんか自分では分からなかったですね。まあ、先生は結構肝臓の数値はすごい気にしてはるって、黄疸が来てませんかとかっていうのもね、すごい気にされてましたけどね。で、消化管はまあ腸とかだと思うんですけども、この時はね、まあ、確かに便は緩かったですね。で、そして治療と予防なんですけども、まあ、ステロイドの追加投与、多くは警戒しますけども、まあ、ステロイドの抵抗性の場合、まあ、予後不良となります。そして慢性 GVHD ですね。移植された造血幹細胞が静着して、分化成熟したリンパ球や自己抗体が関与すると考えられています。免疫反応により、全身の腺、粘膜、皮膚が障害され、急性 GVHD と比べてより多くの臓器、まあ、爪、皮膚、口腔、まあ、口の中ね、あと消化管、まあ、あの腸だけじゃなくて胃とかもそうなんですけども、あと、まあ、生殖器、関節、造血系などが障害されます。まあ、急性 GVHD に比べて、この慢性 GVHD の免疫反応は本当に想像を絶する体験でしたね。まあ、全身の腺と粘膜っていうのは、あのね、目です、ね、過去に何回も言ったことありますけど、
目涙が出なくなって、こっちの目がずっと乾いてる状態で涙はこっちしか出てけえへんっていう、なんかこう中途半端な感じになってます。あと口の乾燥ね、あと呼吸障害もあるみたいですよ。皮膚は、まあ、皮膚の効果と言いますかね、硬くなるからしっかり薬の塗ってねって言われたりしてますね。あと、まあ、直射日光当たらないようにね。あとその皮膚の色素脱出と言いますか、色素が失われていくのもあるようです。まだそんなはないんですけども、シミとかになってくるんちゃうかなと思いますね。そういうのはね、結構お顔には出てきてます。ちょっと嫌やなと思うんですけども。あと爪の変形とね、爪が剥がれていく剥奪ですね。爪はね、過去にね、僕の爪ウェーブになってるんですよってこう言ったことあると思うんですけども、それが未だにウェーブです。伸びてきても生えてきても、でも爪の根元の方とかね、足の指なんかそうなんですけども、無数にこうシャーって線が入ってギザギザしてるんですよね。まあ、そういったことも起こります。あとそうですね、さっき言った呼吸障害っていうのは多分ですけども、まあ、この前の6月の半ばになった肺炎が原因だったんでしょうかね。まあ、おそらくそうだと思います。まあ、先生もね、 GVHGになるかもしれないからって言ってくれてはいるんで、ひょっとしたらただの肺炎で済んでたのかもしれないですけども、まあ、先生が言うからそうでしょうね。いや、そうそう、爪に関してね、もう一個あるんですよね。やっぱそのやっぱものすごい弱くなってきてる感じがするんで、まあ、ちょっとした硬いもの、例えばお菓子の袋がなかなか開けへんので爪でピッてするときでも、そんななんかビニール袋のような硬いやつでも爪がね、かけたりするんですよね。あとなんか固くこう締めてしまった紐とかやったらなかなか開けれずにいますね。どうしても爪が割れてしまうんで。そして治療と予後ですね。免疫抑制薬の増量やステロイドの追加投与、長引くことが多くて QOL に影響します。では QOL っていうのはクオリティオブライフのことなんですけども、まあ、生活の質のことですね。クオリティオブライフ、生活の質のことです。で、HLA が一致したドナーさんを選ぶことで GVHD 発症の頻度を減少させることができます。減少したんでしょうけど、まあ、あれで減少ならば、いや、ほんまはどんなんやったんでしょうかね。ちょっと考えるだけちょっと恐ろしいです。いや、でも待てよ、あれで減少やろ。いや、減少じゃないよ。いや、減少か、減少って書いてあったら減少なんでしょうね。GVHD の予防には免疫抑制剤が使われて、治療には副腎皮質ステロイドが用いられます。まあ、今までもね、免疫抑制剤飲み続けてますよ。頑張ってます。そのおかげで今は症状を抑えられています。たまに忘れますけどね、今日も昼間の免疫抑制剤と飲み忘れかけたんで、さっきすぐ飲みました。まあ、そんな感じで今回は GVHD のお話でした。ちょっとね、まあ、詳しくというかお伝えさせてもらいましたけども、次回はその GVL 効果のお話です。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。